こんにちは、ケイドラです。この間のね、福岡のプロツアーの大会ありがとうございました。TA はね、ベベっていうすごいタイムだったんですけども、無事そこから這い上がって優勝できましたので、まあファイナルはほぼ確定なんですけど、ちょっとね、次の TA 頑張らないとちょっと危ないところもあるんで、タイムアタックで上位を取れば確定に変わるんですけども、よほど大丈夫なんですけども、なんかいろいろ条件重なってくると5位に転落してしまう可能性があるんで、気を抜かずにタイムアタックしっかり頑張ろうと思いますので、応援よろしくお願いします。現地応援とかね、ツイッターで応援してくれた方、本当にありがとうございました。投票してくれた方にはオーブが10個届きます。もちろんね、名古屋も優勝するつもりで頑張るんで、応援の方引き続きよろしくお願いします。はい、ということで今日は新ガチャですね。全然性能知らないんで、ここで確認させてください。あのモンストニュース木曜日あったと思うんですけど、ちょっと移動していて見れなかったところでございます。はい、那須の夜市、かなりなんか尖ってますねこれ。あ、でも麻酔ワープっていうのは結構いいし、弱点キラー、聖騎士キラー、ほうほうほう、で貫通なんですね。で友情強いなこれ、弱点キラー乗ってくるんですね。ってなったらだいぶ強いね。面白そうなキャラだなっていうふうに思います。足利義照、マインスイーパーダメ用のキャラで、あーこれはザナドゥでめちゃくちゃ使えそうですね。ガイドも持ってるし、かなり適正になるんじゃないかなと思います。加速あったら一番良かったと思うんですけど、砲撃型の電撃弾威力高っ。でこの人なんて読むの、宝蔵院陰影かな。はい、ダメオ重力の反射タイプか。でアンチウィンドウも持ってて、実況化プラス重力バリアを消すってことは、ハゲとハゲの相性が悪いっていう感じのキャラですねこれ。はい、まあ、友情コンボ両方ともかなり強いんで、これはまあ使ってみたら意外と強いっていう印象になるんじゃないかなと思いますけども、まあ、近畿22で使われるのかなっていう印象ですね。はい、じゃあ行きましょう。なんかバグで確定ガチャがまだ反映されてない人がいるらしいんですけど、僕はその一人でした。あの確定ガチャ買いたかったんですけど、ちょっとね買えませんでした。まあそれがあったら1体確定なんでありがたいんですけども、まあ、今の時期やっぱガチャ引くのはちょっと危ないっていうかね。次のモンストニュース2月9日スペシャルバージョンで、まあコラボ濃厚だと思うんで、まあ、そこで温存しておくのが絶対に安心安牌です。まあ、僕は YouTuber なんで引くんですけども、引いていってるんですけども、皆さんは多分貯めておく方がいいかなと思います。はい、1体目ですね。誰やろう。おお、来た来た来た。結構イケメンス、那須の夜市、弓矢を放っております。進化前はまあこんな感じか。まあ重心化の方がイラストいいですね。ちょっと水属性っぽくていいかなと思ったんですけど、なんかモーセみたい、実界のモーセのあの水割ってる、海割ってるような感じだと思うんですけど、顔はやる気ないですね。めっちゃやる気ない顔、いいかなと思います。はい、まあ、できたらもうサクッとコンプしたら1体ずつでいいんで、コンプしたらいいと思います。で現状やっぱりそのオリエンタルトラベラーズでも結構ガチャ引けて、まあいいキャラゲットできたんで、未所持のキャラが本当に減ってきたんですよね。ありがとう、ありがとうございます。足利義照、この動画撮る前にちょうどおぺんぺんの動画が上がってて見てたんですけど、かなり最近ガチャがね、あれみたいなんで、僕もちょっと怖かったんですけど、はい、8.4% の 1.2% ってね、普通だったら割と引ける方だと思うんですけど、ほんと確率なんで、ハマるときはハマるし、逆になんか意味わからんぐらい出るときもあるんで、まあちょっとその流れがあると思います。はい。で、あとはおはげさんだけなんで、はい。これでサクッと引けたらもう終わります。お願いします。はい。お願いします。宝蔵椿。あ、なんか、今度びっくりマーク出てたんですね。椿って、プインって。いました。はい。できたらもう終わりたい。確かに終わりたい。一応ね、確保したいんですけど。まあ、ノアの、ヒーローズへの挑戦もうそろそろ終わるのかな。割と開催期間短かったですもんね。モーグティが。
応萩が来ました。まあ現状何年やこれ、残り20年なんですけど、新規対象が1体ずつゲットして、今現状2体ですね。そろそろ出てます。ちょっとすみません、声が枯れててね、大きい声出せないんですけど、ブラックマン、はい、ラスト10連いきます。まあ、前回のガチャも1体ねゲットできてなかったんで、確定ガチャで引こうと思う、発言ガチャで引こうと思うんですけど、あんまり増やしたくないですね。でもとは言ってもそんなに引きたくないんで、あとはい、まあ欲したままで、まあします。一応もちろんね全然乗り気じゃないんですけど引きます。通常運転ばっかりですね、今日多分。鳴ってたらすみません、ストライクショット。ナスの余一、2体目。アポロ、ああ、アポロいいね。ちょっとラック上げたいなと思ってたんで。この星玉で出てくれないと、ちょっとしんどい。うん。宝蔵院、陰影さん。お願いします。ああ、来た、ありがとう。よかった。はい、元の兄さん出たんで、ここで前回のガチャの星玉で出たら嬉しいなと思います。はい。何でしたっけ？モンストアクセル。アクセルなんちゃら、モンストなんとかアクセルかの1体だけドローンか、ドローンがゲットできなかったんで。おっと、これは割と最近のキャラですよね。バルムンク。でも最近のキャラ、名前が本当に覚えられない。バルムンクさん出ました。パワフィの、まあ、超高難易度特化のキャラですね。ドラゴン族っていうのがいいかなと思います。はい、ということで無事引けました。この後あれや、ストライカーズコレクションも来ますよね、そろそろ。まあいつ実装かは発表されてないと思うんですけど、まああれも来るし、まあアルファシリーズ本当にあんまり持ってないよって方だったら、そこで温存しておくのが絶対いいので、皆さんはあまり引かないように。まあこのガチャはそんなにね、魅力感じない方が多いと思います。はい、そんな感じで引かせていただきました。豪華な応援もありがとうございました。それでは、終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。ぜひ高評価とチャンネル登録の方もお願いいたします。さよなら、バイバイ。